さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、2本目の投稿ですね。そうで今日はねお昼頃に掃除しまして、ケージ周りの掃除をしたんですよ。ケージをこうやって拭いたりとかね、ホコリを取ったりとかして、綺麗にしたっていう感じなんですけど、扉の部分とかね結構ホコリが溜まるんですよね。だからすごい嫌だなと思って、扉の部分ってハムスターって口が届いちゃうじゃないですか。だから、まあ、それで衛生的にもあんまり良くないなと思って、まあ、こういう暇な時間を使ってね掃除をしたっていう感じなんですけど、じゃあなんで動画でね、やってるかっていうと、まあ単純にすげえなんか出てきて急に可愛かったって、ほらねめっちゃ可愛いでしょ可愛かったっていうのもあるんですけど、今日朝ねハムコお前目どうしたっていう動画を出したんですよ。そう、それで、まあそれのなんかアンサー動画でもないんですけど、まあその動画の最後にねちゃんとまあこうでしたっていうオチは言ってるんですけど、まあ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 全然安心してくださいねっていう動画ですね、これは。うん、今ね見てもらえるとわかるんですけど、左目若干今映ってないかな、どうだろう、もう全然普通に綺麗な、元気な目をしてるんで、問題ないですよっていう感じですね。うん、めっちゃ元気だもん取り越し苦労だったわということでね、ほらこんだけサスケもしちゃうぐらいめっちゃ元気に、生活してるんで、安心してくださいということで、今日は、2本目の投稿でしたけど、そんな感じの投稿ですね。うん、やっぱり YouTube のいいところってそういうなんか動画のアンサーをその日に撮ってその日に出せるところですよね。そうだからそれがいいなと思って YouTube 今僕やってますね。うん、まあ、もしね、なんかあったらまた報告もしますし、ハムコのことを応援してくれる方もね、今後ともよろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあハムコ遊ぼうぜ遊んじったわということですね。ほら最後ね、左目もしっかり映ってますけどめっちゃ綺麗でしょっていうことでね、ではまた。